こんにちは、サイクロークです。いつもご視聴どうもありがとうございます。今回はドライブレコーダー、これの3回目だったかな、3回目になります。今回はこのドライブレコーダーでやりたかったこと、試したかったことの積み残しがありますので、その積み残しを全て消化したいという、いわば締めくくりの回にしたいと思います。それでは始めましょう。それでは積み残した課題について説明していきたいと思います。課題は大きく分けて2つあります。1つは GoPro との比較をしたい、もう1つは後ろにつけたいってことですね。で、今までこちらのドライブレコーダーの画質だとか、いろんな夜の夜間撮影とかやってきたんですけれども、やはり GoPro と比較していきたいなっていうのがあるんです。で、今回はこういうふうに GoPro を並べたい。で、ライトはこうやって撮りましてですね、こういうふうに GoPro と今回のドライブレコーダーと並べて、夜と昼の画像の違いっていうのを調べてみたいと思っています。で、それをやるためにどうするかっていうことなんですが、これを導入します。これですね、これはレックマウントの GoPro 用デュアルアタッチメントと言います。この下にですね、実は今 GoPro のアタッチメントがついてるんですけど、これを取ってしまっても1つしか GoPro のマウントができないんですね。で、これは2つにするというアタッチメントで、いろいろバリエーションがありまして、ここが幅広なものだとか、この部分も GoPro になっていて、これにそのまま取り付けられるのがあったんですけど、今回万全を期してレックマウントの真下にネジ止めで取り付けられて、デュアルの GoPro マウントを作成できるという、こういったレックマウント専用の GoPro アダプターを使います。それで次はこのドライブレコーダーを後ろに取り付けて、後ろに取り付けた画像を収録しつつ、スマートフォンのモニター機能でですね、後ろをリアルタイムモニターとして活用できるのかっていう、まあ、その現実性について調べていきたいってことなんですけど、取り付け方法ですね。で、こういった GoPro マウントがあるんですけど、これを活用するということで、前回こういったものを使ったんですよ。で、これ汎用的なベルト式のマウントで、ここにくくりつけてベルトで強く締めるっていうものなんですけど、でもこれってやはり安定性に難があって、どんなに強く締めてもベルトなんでこういうふうにぐらつくんですよね。ですからちゃんと取り付けるにはどうすればいいかっていうことを考えて、今回こういったものを導入しました。これは TNI の GoPro サドルマウントというものです。で、この TNI を選んだ理由なんですけど、割とよくある中華製のやつではですね、このレールの幅に合わせた溝の切り欠きがついているものが多いんですよ。で、そうするとどういうことかっていうと、ここの部分にしかこうやってこういうふうにはまらないんですね、こういうパターンでしか。ところが私サドルをかなり前の方にやっているので、このサドルレールの平行な部分が後ろにはほとんど余ってないんですね。ですから溝とか切り欠きがあってもそこにはまらないんです。ですから目論見としては、私ここに取り付けたい、こういうふうに。で、こういうふうに取り付けるためには溝なんて別に無用の長物なので、かえって障害となる溝がない TNI のこれを選んだという次第ですね。ということで前と後ろアダプターを取り付けていきます。ではまず簡単な方の後ろからやっていきます。で、非常にやり方は簡単でして、ネジ緩めます。で、溝がこういうふうに斜めになってますので、幅広い方が上に来るように向きを決めてはめて、あとはネジ締めれば OK。 で、これカーボンレールなのであんまり強く締めなくていいと思います。そんなに重たいものをぶら下げるわけじゃないので、しっかり締められればそれで OK ですね。あんまり力入れて締め付けすぎるとレールがやられてしまいます。普通の金属製の普通の丸型のレールだったら問題なくしっかり締めて問題ないと思います。はい、これで完了です。じゃあ試しにこれ取り付けてみましょう。まずはここに挟み込みますね。で、ネジ入れます。で、あとは締めれば OK と。で、水平にするのか、これカメラだから。いかがですか？なんかバッチリじゃないですかね。違和感ないと思います。これ後ろのカメラとしてはなんかすごく収まりがいいような気がします。じゃあ続いて前のアタッチメントを取り付けていきます。それではレックマウント下部についた GoPro アダプター部分、こ
これを取り外していきます。それでこちら GoPro シングルアダプターが取り外されましたので、デュアルのこちらを取り付けていきます。OK ですね。あとはしっかり締め付けます。レッグマウントのいいところは本当に作りがしっかりしてて精密なので、こういう感じの強固な固定に向くことですね。剛性感の塊って感じですね、ということでこれで無事に GoPro マウントが2つデュアルで付くことになりました。それではこちらにドライブレコーダーと GoPro を取り付けてみましょう。まず GoPro です。ネジを外しまして、で GoPro は逆さ付けですね。でネジ入れます。いやーがっちりですね。いずれにしてもこれがアルミ、これもアルミということで相当がっちりつきます。で次はこちらドラレコなんですけど、残念ながらこれが樹脂なんですよね。これが樹脂なので、まあ剛性感にはちょっと劣るという感じです。で入れまして、こんな感じですね。これでぴったり並んで据えられたんですけど、画角の関係でちょっとこの辺をちょっと下げてあげた方がいいのかもしれないですね。でもしかするとこのレンズの画角の関係でこのドラレコが映り込んでしまう場合には左右を逆転させます。ということでやってみたら、やはりレンズが中央寄りになるとドラレコが一部映り込んでしまうことが分かりましたので、GoPro とドラレコの位置を左右交換にしました。それで GoPro の設定ですけれども、なるべく条件を合わせたいということで、今回の撮影モードは 4K30p で広角でハイパースムース、いわゆる手ブレ補正なしですね。でこちらはいつもの常用パターン 2K30p ということで録画を開始します。でこのパターンで昼間と夜どちらも同じ風景を同時に撮影して比べてみるというのが今回の第一弾です。それではいつもの世田谷通り沿いの道を三軒茶屋まで行くというコースを使って、今これから昼間の走行シーンを撮影しに行ってきます。それでは出発します。ドラレコの録画映像を撮影開始します。ルートは世田谷通り農大をちょっと過ぎた後、桜小学校前っていう上町のちょっと手前ですね、そこから三軒茶屋まで一気に走っていきます。で撮影モードを申し上げますと、おさらいですけれども、 GoPro はスーパービューという一番広角なパターンですね。で手ブレ補正なし、4K30p で録画してます。で対して DVR V6 の K5 というレコーダーは 2K30p で録画してます。
これも手ぶれはないと思います。なるべく両者の条件を見せて撮影をしています。天気は晴れ、カメラの撮影にとっては非常にコンディションがいいパターンだと思いますね。で、この同じルートを日が暮れて夜になってからもう一回走ってみようと思います。はい、到着です。ここで撮影を終了して比べてみたいと思います。さて、夜になりました。夜の部の撮影を開始したいと思います。で、一つ思ったのが、夜って普通通常自転車のライトつけるんですけど、夜の撮影の状況を見るにはライトなしでどんなもんかっていうのを見た方がいいと思ったんですね。ですから今ヘッドライトはオフにしてます。で、今公園のところなんですけども、公園でしたらライトをつけなくても怒られないと思うので、ちょっとゆっくり歩道付近を走って回ってみたいと思います。こんな感じで見えますよ。どうですかね。もう一周してみましょうか。はい。で、ライトをつけます。では、夜の部ということで、ここから三軒茶屋まで向かいます。三軒茶屋近づいてきました。信号とか街灯とかが出てくるゾーンですね。どんな感じに見えますかね。果たして GoPro に勝ってんのかな。
はい、到着しました。これでドラレコ、 GoPro との比較、夜間も含め一通り外の撮影終了しました。これで撮影を完了して、あとは自分家に帰ってどんな感じか見てみて、それで感想とかレビューを述べた上で締めたいと思います。さて今度はドラレコを後ろの方に向けてバックカメラ状態で取り付けました。取り付けた状態は先ほどご紹介した通りこんな感じですね。と同時にスマホのアプリを起動してこんな感じでプレビュー画面を出しています。でこれを見ながら後ろの状況がどうなのかっていうのを見ておきたいと思うんですけども、ただおそらく私の個人的見解としてはタイムラグがあるので、これを見ながら後ろの後方確認するのはちょっと危険だと思うんですね。したがって減速目視とバックミラーを使います。でどういう風にずれてるかっていうのをご覧になってる皆さんに分かるように、このスマホの画面を録画していきます。で録画して時刻を同期させて両方並べながら撮っていきたいと思いますので、それも比べてみるのが楽しみです。それでは始めます。それでは出発します。現在32、3キロで走行中です。で、プレビュー画面は見えるんですけど、どうですかね。Wi-Fi 接続の関係か、時々画面がフリーズするようですね。で、今車が追い越しにかかってきますので、そのタイミング、どうですかね。編集で実画面とあとスマホのプレビュー画面を並べていこうと思ってるんですけど、おそらくこの手のアプリケーションの常で大抵アプリのプレビュー画面ってコンマ何秒か遅れるはずなんですよね。で、そのコンマ何秒の遅れがどのぐらいの幅なのか、果たしてこれを信じて車線変更していいのかとかっていうのがすごく気になります。はい、いかがだったでしょうか。編集しながら私もファイルを見比べてみました。今回行ったのはこのドライブレコーダー GoPro と比べてどうなのか、昼と夜、それとこれを後ろに取り付けた時に画質がどうなのか、バックモニターとしてスマホのアプリが役に立つのかっていう話なんですけれども、順を追って所感を述べますと GoPro はドライコに向いてないですね。まず決定的にまずいのが温度上昇による録画停止です。ドライブレコーダーって1時間2時間連続して録画してないといけなくて、録画の失敗って許されない性質のものだと思うんですね。 GoPro の場合はしょうがない話なんですけれども、何十分も連続して周囲の温度が高いと停止してしまうっていうのがよくあるというふうに聞いてます。それが発生する以上ドライブレコーダーとしては使えないだろうなっていうふうに思いました。あと夜の画質ですけれども、
もうちょっと露出を考えればいいのかもしれませんが、 GoPro の方がやはり暗いシーンに弱いなという感じですね。こっちはすごく明るく映ります。で、最後バックモニターに関してですけれども、この機種で後ろを撮影するっていうこと自体は問題ないんです。ところがスマホのアプリでプレビュー画面で後ろの様子をバックミラーのように見られるかっていうと、それはちょっと厳しいですね。どうやら顕著な遅延はなさそうなんですけれども、 Wi-Fi 接続っていうことで映像が頻繁にフリーズします。そんなフリーズが頻繁に起こるような仕組みで後方の安全確認ってとてもできないですね。ということで、スマホのプレビュー画面っていうのは構図の確認とか設定変更だとか録画の開始停止だけに留めるのが良さそうです。ということで、一連のシリーズで V-SYST K5 というドライブレコーダー専用機の紹介をしました。明らかになったのは、これはなかなかドラレコとしては優秀じゃないかなっていうふうに思った次第です。ということで、このチャンネルではいろんなアクセサリーやガジェット、自転車にまつわる様々なグッズを紹介レビューしております。今回の動画がちょっとでも役立った、参考になったという方は、ぜひチャンネル登録とグッド評価をよろしくお願いします。それじゃあ最後までご覧いただきまして、どうもありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。